はい、こんにちは、高橋です。今回はですね、YouTube の動画編集ソフトの話をちょっとしようと思ってます。で、ここに今映ってるんですけれど、今日はねフィモーラの話と、ファイナルカットプロの、ちょっとこう比較じゃないんですけれど、そんな話を少ししたいなと思って動画撮ってます。で、僕は YouTube を始めてから、一番最初は iMovie を使っていて、これですね、これに入ってるやつで、これの Mac 版を使っていてですね。で、その次にステップアップして Final Cut Pro を使って、で、Final Cut Pro でも全然別に特に問題はなかったんですけれど、ここ最近ちょっと仕事のいろいろ関係で、Filmora もちょっと実際に自分で使ってみるっていう感じで使ってみていたんですよ。で、Filmora 使い始めて2週間ぐらい使ったのかな。で、ファイナルカットプロ一旦置いといて、フィモーラで動画編集をしてみたいなことをやってたんですけれど、で、2週間、まだ3週間経ってないと思うんですけど、使ってみたですね、その所感というか、ちょっとね、そんなのお話ししたいなと思っています。で、ちょっと、これ実際に、ですね、これ、フィモーラを立ち上げるとですね、こんな画面が、出てくるんですけれど、で、フィモーラはですね、これ使ってみてね、すげえなと思ったのはこのインスタントモード、これがまずすごいですね。インスタントモード、これポチッと押すと、こんなような画面が出てきて、テンプレートが出てきて、で、なんかこれをテンプレでこう使いたいですみたいな感じにすると、こんなような感じでね、みたいな、テンプレートがこう出てくるんですよ。で、ここの後ろ側のこの写真のところを自分の動画とか写真を突っ込んであげれば、もうすぐにパッとこう切り替わるみたいな。例えばですよ、実験で作ってみたものがあるんですけれど、こちら今のテンプレートをそのまんまただ単純に使ってます。みたいな感じでですね、ほんの 1,2 分あれば今みたいなものがもうすぐできちゃうんですよ。っていうのがまずこのフィモーラを使ってみて、おすげえと思ったまずところなんですね。で、あともう一個、フィモーラを使ってみておすげえなって思ったのが、ですね、これです。無音検出、喋ってないところを、これね、無音検出で、これ今動画、ないですけれど、ちょっと置くと喋ってないところをビヤーって自動でカットしてくれるんですよ。短くビュッてっていう機能がこれ使えたりとかね、これもすごいです。で、あともう一個が、例えばじゃあ普通に新しいプロジェクトで、今新しいプロジェクトこういうふうに開いたんですけれど、で、ここの中の、これ動画をここに入れていくと、今これ出てるの見えます？自動文字起こし、字幕起こしか。テロップですよ、テロップ。が、ちょっと数分待ってると、ブワーって自動でこう仕上がってくるんですよ。で、その結構精度が高いみたいないう感じなんです。ね。はい、というところが、フィモーラを使ってみて、おーすげーって思ったところだったんですよ。で、すごいと思ったところの部分がひっくり返してみると、 Mac の Apple さんの Final Cut Pro には全てない機能なんです。だからね、これ Apple さんやべえなって思うわけですよ。だってもう今他の編集ソフトとかもみんな今言ったようなことって当たり前のようについてるのに、 Apple さんのソフトだけ、動画編集ソフトだけついてないというね、いう感じなんですよ。ですので、もう本格的にフィモーラに乗り換えようかなっていうふうにも思っているんですが、Final Cut Pro も何年もずっと使ってきてるんで、使いやすいっていうのがまずちょっと一つあるんですよ。抜け出せないっていうところが。でね、使い方がね、
まあ慣れてるからっていうのもあるんですけれど、簡単っていうのが簡単なんです。ファイナルカットプロってこれ比較してみるとね、これも難しくはないですよ。基本的な操作っていうのはフィモーラの方もでもね、少し基本の少し上ぐらいの何か作業をしようとすると、おどうやったんだみたいなのが結構出てくるんですよ。で、直感的に使えない、もうファイナルカットプロの方がもしかしたら直感的に使えるんじゃないかなとか思いながら、であとね、使ってて最大にこの比較しててね思うのは、ファイナルカットプロの方のがサクサク動く、フィモーラもサクサク動いてるような感じがするんだけれど、実はねもったりもったりしてて、読み込む速度とかね編集してる時も実はねサクサク動いてないっていうのがね、今の段階でちょっと2週間3週間使ってみて、感じているところなんですよ。なので本格的にどっちを使おうかなっていうことをまだ決めかねてはいるんですけれど、もう少しねちょっとテストしてみたいなと思ってます。2週間ぐらいその今使ってみたところでの僕の感想ですので、フィモーラにしようかなとかね、ファイナルカットにしようかなみたいな、なぜフィモーラをテストしたかっていうところなんですけれど、 Windows の人たちってファイナルカットとか iMovie 使えないじゃないですか。で、 Windows の人たちにこういう編集の仕方とかを指導したりとか、そういうのがこうあったりするんですけれど、その時にやっぱりフィモーラって優れてるじゃないですか。なので僕自身もいろいろ今テストして実験してるっていうところなんですけれど、そんな感じです。ですので、今後またちょっと使ってですね、いろいろ分かったことがあったらまたお伝えしたいと思います。ご参考にしてみてください。では。